22歳大学院生です。自分は行動力あるんですが、継続できずに中途半端で全て終わってしまいます。学校の授業では友達よりやる気があると思うんですが、途中で授業に出席できなかったり、課題を出せなかったりします。他にも何かで結果を出したくてビジネスをやってみたり、プログラムを独学でやったり、面接やってみたりしましたが、すぐにやめてしまいます。これは誠実性が低いからでしょうか？軽くしてご教授ください。イフゼンプランニングやってみましたってことなんですが、あ、結論から言いましょう。自分がやる気があると思っている人にやる気がある人はいません。はい。なんでかっていうと、やる気がある人はですね、行動で示すんですよ。やる気がある人はやる気があるとか言わないんですね。僕も別に自分がやる気があると思ったことはなくて、ただ本読むのは別に好きだから勝手にやってるだけだし、ビジネスもさ、ね、儲かった方がいいじゃないですか、どうせやるんだったら。だからやってるってだけなんで、俺はやる気があるんだって言ってる人って、むしろ、時々奇跡のように訪れる、気まぐれな自分のやる気のこのスパイクみたいなのがあるんですよ。やる気があります。下がります。下がってます。下がってます。あ、やる気上がりました。あ、でもすぐ下がりました。みたいな。この奇跡の瞬間みたいなものを指で刺して、俺はやる気があるって言ってるんですけど、こんなもん意味がないわけですよ。どういうことかっていうと、やる気というか、僕らがやるべきことは、やる気に頼らずに生産性を維持することなんですね。だから習慣のテクニックを使ったりとか、疲れてる時とか二日酔いの時でも、僕もそうですけど、運動ができるとか、やるべきことができる方法を探していく。それが大事なことであり、自己コントロールってものになってくるので、やる気に頼るのをやめた方がいいですね。だから、イフゼンプランニングというか、普通に習慣化のですね、テクニックをもう一回見直してもらって、イフゼンプランニングは適切な条件設定をすれば、最も強力な心理学的なテクニックなんで、イフゼンプランニングを使っても習慣ができない場合は、習慣化のハードルが重すぎる、可能性があるので、自分のまず、やる気とか意志力をディスりまくるっていうのがおすすめですね。自分の意志力とかやる気をディスる人ほど、実はね、自分をコントロールできるようになるってことが分かってるんで、そこから始めてみたらいいんじゃないでしょうか。はい。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。